1990年現役生活に別れを告げた岡田さんは、ここから指導者としての道をスタートさせました。僕が引退するとき、なんで引退したかって言ったらね、34になる年にリーグ選抜のキャプテンとしてバイエルミュンヘンと試合したんだ。で、2対1で負けたけど、一茂、アウゲンターランの股抜いて点決めて、すごいいい試合したんだ。で、記者会見でキャプテンだから出たら、みんなすごい試合だったと言われたけど、僕の中では34になっても俺はまだ上手くなると、で、上手くなっていつかあのドイツのプロみたいになるんだってずっと思ってたわけ。まあ、笑うかもしれないけど、でもその時に試合した時に、俺があとどんだけ頑張って練習してもこいつらに追いつかないって感じたんだ。試合した時に何が上手い下手じゃなくて次元が違うと。で、その瞬間にもうなんか切れたんだよね、やめようと。で、その時からどうやったら日本人がこいつらに勝てんだっていうのが一つ自分の中でずっとあるわけで、それがあったのと、もう一つは結構俺生意気な選手だったから、ミニゲームやってても負けんの嫌だから、判定おかしかったらゼッケン投げ捨てて帰っちゃったりとかいい加減な野郎だったから、ミーティングなんかでも結構僕がやってたとこあんのよ。傲慢ね、今日の相手こうだからみんなこうやってやるぞとかって、で、俺がチーム動かしてくらいに傲慢さがあったわけよね。で、指導者になった時にある程度コーチだけど任されたわけ。そしたら僕は選手の時になんでこんな練習してくんないんだろうとかいろいろ思ったことをね、選手が思やりやすいようにやってやろうとやったわけよ。そんなことを今思えばもうとんでもないことなんだけど、立場が違うわけだからね、選手の立場でチームなんか作れるわけないから、それを僕は選手の立場に立ったチーム作りをしたわけよ。ところが全然選手も乗りないしチームも勝てなかった。で、もう行き詰まっちゃったわけ、自分の中で。で、僕このままじゃダメになるなと思って、正直充電したかったわけ。でも充電、当時まだサラリーマンだから、充電させてくれって給料くれる、まあ、会社まずないわね、それで思いついたのがドイツに留学させてくれと、それも1年だと。で、行かせてくれないんだったらいいと、俺辞めていくからと、まあ、はったりだわね、辞めていけるわけないんだけど、向こうも分かってたんだろうけど、いい会社でじゃあ行ってこいってことで家族連れてドイツ行くことになったわけ、こうして岡田さんは指導者としての自分を見つめるためドイツに渡りました。そこで過ごした1年は大変大きかったと言います。ドイツ行ったことでね、俺にとってものすごく変わったわけ。そこでさっき言ったように選手中心の選手の目から見たチーム作りから、ドイツ行ったってそんなもん指導法とかそんなものはこの、ね、情報化社会みんな分かってる、何も新しいものなんだ。ただ選手と監督というのは立場が違うんだと、ね、それは人間代理人でも人にいい人だって言われたいし好かれたいけど、監督は重鎮しか使えないわけだ。選手にとっていい人だっていうのは使ってくれる監督だ。みんなに好かれてそれは無理なわけだ。その立場が違うんだというのをものすごく教えられて帰ってきたわけよ。J リーグが開幕した年、岡田さんはジェフ市原のコーチとして選手を指導していました。するとその手腕にあの人が目をつけたのです。今までの全然違うチーム作りをこうやってサテライトの監督をやってたわけよ。ものすごく楽しかったんで、 どんどんこう強くなっていって上手くなっていったから、もう楽しくてしょうがなかった時に、まあ、鴨さんからチームに話が来て、で、清雲さんが当時トップの監督で、なんか俺追い出したかったのが、行け行け、いや、こっち楽しいからこっち痛いっつって言うんだけど、ともかく行け行けって言われて、なんか知らないけど行くことになったわけ。まあ清さんは俺の将来のことを考えて行くべきだと、まあ、あの人もほらオフトの下でやってた経験からね、学ぶものが多いっていうことだったんだと思うんだけど、鴨さんとはそれは挨拶とかしたことあったけど、そんなよく知ってるわけじゃなかったんで、どういう人かなっていう感じで初め顔を合わしに行ったのかな、こうして岡田さんは鴨監督のもとコーチとして初のワールドカップ出場を目指すことになったのです。鴨さんのチーム作りとして最初にオフトの時の代表に戻すと、一回、ファルカンがいろいろこういろんな選手選んでぐちゃぐちゃにしたけど、オフトの時の代表に戻すって、ラルモスとかで鉄とかいろんなね呼んで、でそっから徐々にこう変えていくの。あの人もちゃんとこう花から計画されてたから、
で徐々に徐々にそうやって変えていって、それも本人も一応選んだけどやっぱりチームには必要なかったって感じで納得させて、あ そこまで考えてんだっていうのは途中で感じて、はあすごいなと思ったけど、僕だったら今は自分がベストだと思うバーンやっちゃって、それこそいろんなトラブルを起こすところと、ある意味そういうトラブルは非常になかったと思うけどね。コーチっていうのは、ね、はっきり言ってその手伝いみたいなもん、だから野球なんかとちょっと違うのは、サッカーというのは監督が全てやるからね、練習もなんも、だから言われたことはいっつって手伝ったり、足らないとこ入ったりコーンを置いたりとか、まあ手伝いですよはっきり言う。そういうあくまで立場で選手が何か言ってくるのは、まあ一応聞いて矢面に立って、ね、鴨さんにはそれを伝えてという、そういう役柄だよね。多くの代表選手を見てきた岡田さんにとって、この選手の存在は特別なものでした。ヒデはね、今でも覚えてるんだけど、まあ、鴨さんにこの選手すごいですよっつって、なんかすごい印象インパクトあるんですけどっつって、で呼んでみようかなっつって、で僕が平塚の競技場で試合出てなかったんだよね。で話した時に、なんだろうな、なんかすごい強烈なレスポンスはない子だなっていう感じは受けたんだ。とはやっぱりプレーしたらやっぱりすごいなっていうのを、この選手すごい選手になるかもしれないなっていうのは感じてたね。存在感とかね、すごいあったね。それはもうなんとか強さ、まずパススピードが全然他の選手と違ったよね。で僕がコーチの時も終わってボール蹴りたいって蹴ってくれて、もうこっちが疲れきるぐらい蹴るんだよね、ボールパンパンで。いや僕社会人にリーグ J リーグ入ってね、下手になりました、戦術練習ばっかりでボール蹴らないんですもんとか言って、で自分で黙々とこうやって、ね、僕ら相手に蹴るんで、こっちがもうフラフラになるぐらいやりよったよね。あいつはやっぱりすごいよ、そういうちゃんと努力もしてるし、それは才能はあるけどね。